違うじゃねえか。お前。着いたぞ、ついに。いやー、ひどいもんですね。湖に沈んだだけあって、城中水浸しみたいですよ。あ、あった。みっけ。なんだこれ。いやいや、これは一体、ここにあったはずのゴールドオーブがなくなっているではありませんか。え、ゴールドオーブってさ、あれだよな。俺がちびっこの時にレヌール城でゲットしたやつだよね。確か大昔、邪悪なものが誕生する時に開けた穴。そうか、ゴールドオーブはこの穴から。そして残りのオーブ一つでは支えきれずにやがてこの城も落ちちゃったってことね。なるほど。これでこの城が天より落ちてしまった理由がわかりました。しかし、ゴールドオーブは一体どこに行ったのでしょうか。幸いこの、台にはまだオーブのオーラがかすかに残っているようです。そのオーラを追ってゴールドオーブの行方を瞑想してみましょう。え？ゴールドオーブの行方がわかるって？すごいすごい。いや、ちょっと待ってください。確か伝説では、二つのオーブは、妖精たちの祖先が作ったと言われています。妖精の女王に頼めば、また作ってくれるかもしれませんね。世界のどこかに、妖精の村に通じる森があると聞いたことがあります。私はここで待っています。頼みましたよ、タイタン。レノンじゃなくてタイタンが頼まれたぞ。うごごごごごご、任せてください、プサンさん。よし、悲しいけどお別れしよっか、じゃあ、滝沢と。滝沢、お前は、滝沢のその前にいた、ドラゴンマットの、カレンちゃんの意志を継いで戦ってくれていたと思う。お前のその火炎の息、本当に雑魚戦で役に立った。素晴らしかったよ。そして、おバカな一面があった滝沢、それもそれでなんだかんだ、可愛かったぜ。じゃあな、また会える日まで。滝沢は、元気に、野山に戻っていった。ということで、別れがあれば出会いもある。新しく仲間になったこのソルジャーブルのブルーと、ちょっと名前変えましょうか。お前は今日から西野だ。ソルジャーブル、ブル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 。会いたくてブルブル震える。西野かな。西野。よろしくお願いします。ということで、未だ回復役のモンスターがいません。ホイミスレーム捕まえに行っちゃおう。行こう。ということで、天空城を復活、ということで、天空城を復活させるべく、妖精のお城に向かいたいなと思います。心当たりはある。ここじゃね？ここじゃないかな。なあ、もう！出てくんな、敵。出ました、ケンタウラス。もう誰がどう見てもただの馬っていうね。ここだと思うんだよね。で、ここで、皆さん、覚えていますでしょうか？この、どこにある？え、なんかさ、桜の一枝じゃなくて、なんかフルートなかったっけ？フルートは持ち帰って女王様が持ってたか？俺持ってないのか？マジか。え、じゃあわかんない。ちょっと待ってね。帰ろ。わ、もうこんなんいかにもじゃん。この川沿いの道もいかにもだよ、いかにも。
うわー、あった！絶対これ。もうこれじゃなかったらもう俺もうこの配信やめるわ。引退。ほらこれだ。よし。よし、行きましょう。あれ？なんか、小屋がある。こんな山奥に。アンクルホーンのおじさん！アンクルホーンマジで金、ベギラゴンするんですか？よかったー。あんまり強くねえわ。バギークロスするんですか？あ、そんな強くねえわ。よかった。ナイス。え、お前、アンクルホーンのおじちゃん。え、仲間になるの？うわ、強い。え、待って、ベギラマ、バギマ、ヒャダルコ。天才だ。天才だ、アンクルホーンのおっちゃん。まあ、アンクルのおっちゃん、近所のおっちゃん、親戚のおっちゃん、そういう感じがするんで、もうシンプルにこれでいきましょう。今日からアンクルホーン、お前の名前はおじさんだ。よろしくな。あれ？え、なんかこの、え？左のこのドラゴンゾンビさ、肉がついてない？汚っ。私もね、子供の時には、子供の時は、妖精の姿を見たことがあったんだけどね。ということで、この息子を連れてきました。ちなみにバトルでは防御しかできません。あー！メタスライム！残念。嫌がらせされた。これ多分、右下だった気がする。昔の記憶によると。あ！え？なんか、え？こんなところに妖精の剣があった。え、これ、サーヤちゃん可愛いから装備できるんじゃない？これ。なんでだよ！可愛い可愛い、サーヤちゃんに装備させてくれや、妖精の剣。これ、うちの仲間モンスター誰も装備できない説あるぞ、妖精の剣。だとしたらマジで宝の持ち腐れだな。それはちょっとやだわ。あ、え な、え、何お前仲間になるの？踊る宝石って。仲間になることすら知らんかった。え、これな、え、なんかちょ、あー、なにこれ。これ確か妖精が焚いた焚き火じゃなかったっけ？違うっけ？あ、なにこれ、キャー！バシャ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 。待って、君は誰なの？あなたには私の姿が見えるの？え、俺には見えない。実況してる自分自身の年齢も関係してる？これ多分息子には見えてるんだろうけど、俺には見えない。うん、見えるよ。ふーん。で、私に何か言おうかしら。僕たち、妖精の村に行きたいんだけど。わかったわ。悪い人たちじゃなさそうだし、案内してあげる、こっちよ。え、どっち？動けないんだけど。あ？ああ！あ、宝箱ある、ちょっと待って。あの宝箱取らして。あの宝箱取らしてよ。あついた。それこそさ、なんかいいもん入ってんじゃないの？スゴロク剣かい。わ、懐かしいね、この音楽。んでるー、でるー、わばー。ララ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 ランララン、懐かしの音楽。これ確かさ、結構いいもん売ってたよな。あれ待って、俺主人公連れてきてないんですけど、お前どっから来たんだ。まあもしかして、レノン、覚えてくれてたんだ。あの時は本当に世話になりましたね。いやいや。それで今日は私に何か用なのですか？はい。そうですか。どうやら約束を果たす時が来たようですね。レノン、このホルンを持って行きなさい。私たち、妖精国？妖精国の女王がきっと力になってくれるでしょう。あ、ホワン様は女王様じゃないんだ。あ、この村の村長ってことね。なるほど、ありがとうございます。おい、ベラじゃねえか、懐かしい。あなたがレノンだってこと、私にはすぐ分かったわ。本当に久しぶりね、レノン。妖精国の女王様に会う方法は、下の階の図書館にいる、ルナが教えてくれるはずよ。頑張ってね、レノン。相変わらず、妖精だからかわかんないけど、吹けないね、あんた。俺もこんなに吹けちゃったよ、ちょ。邪魔すんな、後ろのでかいぶ、でかぶつ！ベラと二人で会話してんのにさ、後ろのでかぶつが邪魔してくる。
図書館にいるルナ、あ、お前か。